さて、かなりやばいことになっ、っやべえ、破滅するぜ、この街。なんだ、あー、虜になっちゃった。え、怪人協会があるとかそういうのないよね。徒党組まれたら無理なんだが。 はい、どうも、アニメリャクトの財前です。今回も楽しんで、リアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ワンパンマン、第17話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。ワンパンマンですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、もう17話になり、えー、画廊編引き続き続いているわけなんですけれども、前回は、金属バットが、本当に災害レベル、龍の、本当に無カで長老と戦ってるところで、画廊が金属バットにちょっかい出してきたわけですよ。もう本当に今もう、なんか、街が滅ぶか滅ばないかな、 瀬戸際になっているのに画廊がチョッカーを出してくる。どうしたものかどうしたものかっていうところで終わったんだけど、多分今回はタイトル的に武術の大会っていうことなので、まあなんか埼玉、埼玉が基本的に中心になって動いていくんじゃないかということで、まあ水流の実力とかもね、すごい気になるので、まあ水流と埼玉がどういう風に惹かれ合っていくのかとか、いろいろと新しいキャラにも注目していこうと思います。はい、というわけで楽しんでいきましょう。それでは見ていきましょう。よーい。 スタートさあ、武術の大会。武術の大会だわね。さあ、行きましょう。さあ、もア、はい。パン、パン、パン。いやー、なんか、どうなるんだろうなさあ、他の S 級、番犬ンンマンとか来ないの いや、でかすぎるってマジで。なんか、モンハンでこんだけでかいヘビいたろ <laughs> キングは、キングは今、あの、バーチャルで戦ってます。いや、埼玉が、んコーション やべえ、ムカデチョロ、何企んでんだは？メタルナイトおお来たー。s 級6位。さあ、実験がてら芝居ちゃってくれ。どうせ新兵装を試しに来たんだろおお <laughs> もう実験がてら倒しちゃってくれ。 そうだ、逃げ切ろう、パイナップル。あ誰だえぇ、ー、サイとト,リト、鳥と。なにこれお<う>いや、なにこれちょっと待って、ちょっと待って、もう。え <laughs> 全員鬼なんだ何かに共鳴してんのかなんだ急に出てきたな。あ、これ全員鬼以上なのかあ、竜か。 でもなんか意思疎通を取ってるっぽいよなぁ。え、怪人協会があるとかそういうのないよね。徒党組まれたら無理なんだが。うん、花束がでかすぎる妹の持っている。竜巻。さあ、ボンブはどこにチャランコー、ハゲマントー。 わおーさあ、ジェノスとガローも戦うっぽいんだよなさあ。あのちっちゃい子なんださあ、ワンパンオッケー、レッツゴー。さて、かなりやばいことになってる。もんガロー邪魔だ。 さあこっからかうわーダメだいやでもタフだぞ金属バットそれで戦ってんの上がってないかギアがおー マジか。あ上がってる排水みたいな。ダメージを受けるたび強くなる。気合が入って。多分頭すっきりするだろうな。 ケツでわさあ飛び道具だ。ホームラン後ろだ。いやー横、横受けてるぜ。オーケー、叩きつぶせ。 いや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 、でもひるんでないぞ。うわおトルネードいや。追い詰めるぜ。 いや、これは受け流せないだけじゃねえかいやー、受け流してるいやー、そうか。いや、武器ならいけると思ったけどダメだな。アトミック侍呼んでこないと。いやー、アトミック侍なら受け流す前に腕が、 スパンスパンしてるからなあ,あまだ立つぜたぶんあっなんだ妹いやもう いや、一番のチャンスだったああ、そういうこと強い子だな。 なんだ流儀があるのか。そうだ怪人が。あら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 引きずられてるすごいなああ 倒れた。やばい。あー、やばい。前後、SQ15 よの、え、なん、ないだっけ ?SQ12 だっけ ?SQ の座はあなただ。わお。エドロクラゲ。 うわ鬼だろでもこれも。怪人協会もうあったありました怪人。怪人協会ありましたわおう。 うわうわうわ、でも鬼か、あれでも鬼か。やべえ。あ、パイナップルとモヒパンチが。来たる日。ああ。 サイレスラー。<laughs> ああ<ー>。子供子供を育てて、怪人にしてるとかいやー なんというタックル。フェニックス男。うわぁ、怪人側にもあるのかぁ。S とか、A とか B とか、ビュー神鬼とか。いやぁ、もう、ありました、怪人協会。張り付いた ヘビーコング。おいやーなんかモンキーコマンダーみたいな。誰だあライコ光ンジいやービリビリダブル やべえ、破滅するぜ、この街。んチャランコ出番だ。あら、ジェノスもいる。完全になんか、天下一武道会みたいになってるけど。 あイナズマックスハイパーカラテあらリンリンペンパッツおスネックそっちか最下位を バズズ。ガトリン。かわいい。デーブ。直球だな。多いな。多いな。ああ。ニガムシ流。ちょっとやばい。ちょっと。ねえ、これ何人が使い捨てられるの あ、ザッコス。あはははは !OK、水球炭酸拳なんでブーイングなのあははは、<laughs> ジェノスが拍手してる。あ <laughs>、バングえ、ちょ。 爆弾あらあの、あなた肉界部の部長じゃない肉体改造部の部長みたいな。おおで、水流か。明帝拳わあ、水剣みたいな感じかわおチャラついてんな。 すげえ渋い、爆弾。そうだな、肉体改造できるぞ。ああ、ウルフマン。ガローとやりたかったのか。九死。いるぞ、最強なのが。 開幕ですカンカンカン。かんかんかんわお、緊張してるな、苦虫。あんだけ煽ったのに。え年下なのあ ああ。優しい。は <laughs> あなんだとはいはいはい。ああ、そうか。画廊をなんとかするためか。 ああ、もう埼玉と同じ髪型にしてやろうぜ。ああ。なんか、いいやつだな。まあ、そうね。そうね。オーケーオーケー。ツルツルのツルにしてもらおうぜ。 さあは。おわあ、もう何、なになあ、パワフルバーバリアン。あら、ケンダーマックス。 ケンダマンかケンダマニアかうわ、カイリキーだ。あ,あ怪人つえ怪人かって何 さあ、マックスバススリンリン。リンリン可愛いおおなんだええー、ドエス様やばい、女王様。す、すごい格好、金髪。 マーシャルゴリラあー、やばいって何その癒しみたいな見た目からとんでもない。あいや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 。怪人側のがびっくり芸多いんだけど。 虎かああ、強いな。いやー、ダメだ。永久じゃ相手にならん。何あのターコー。いや、やべえのいっぱいいるんだけど。 いや何あなた全部干からびちゃったなんだあと虜になっちゃったあーありがとうございます ボンブ違う誰だ靴誰なんだ誰だ集団んあ、あれかそうか吹雪かオッケー まつげかあらー <laughs> 超いい金髪ですね。おおまあ、そうだよな。マックスやられたらやばいよな。永久だろもうさ、街がとんでもないことになってるのに、なんで武術に興じているんですかはははは印象が悪すぎる。 お、ーへえ。まあ、結果を出してるしな。逆シード。そうか、だから爆弾と同じ山ってことか。ざっこす。あー。 あなたがザッコス <laughs> やばい衝撃の事実やばい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 衝撃の事実ああ、風にしまかれる。お茶のようにしまかれる。完全に、ばれてしまった。衝撃の事実だった。ザコイからザッコスだったのかもしれない。なるほどなるほど。 いいね。面白いな、ワンパンマン。すごい楽しいっすね、このアニメ。めちゃくちゃ面白いわ。めちゃめちゃ熱いしな。おー。 おお。さあ、次回どうなるかだな。爆弾がめちゃくちゃ強いんだ。肉体改造部だからそれは強いよな。超能力者と渡り合ったぞ。肉体改造部の部長は。さあ、ヒーローたちが動いてる。ひくぶきがあれ倒せるかなああ、もう。 ああ、脳が震えるザッコスが弱い。そっちでした武術をまあそうだよな、初の白星がう々ぬって言ってたもんな。そうね。お、新情報ああ、辛い心もボコボコにしないであげて やばいやばい。ま、あそうね。いや、でも、水流がいるぞ。水流が。おー、水流、どんな敵なんだろう。怪人の放棄。そうだ、怪人教会までいたもんな。 いや、というわわわけけけでで見終わったわけなんですけれどもいやいやい、や面白いなぁ。いやーやばいなぁ。金属バットと。いやーでもあれ、金属バット勝ち掛けてたなぁ。やばい、前後が入ってこなければ。いやーでもなんかヒーローらしいというか、一本筋が通ってんな金属バットは。いやー妹の前では絶対暴力を振るわないっていうね。いや男を見た感じがしますね、すごいね。うわあでもなーでもー、 で、あとちょっとだったのになぁ。あとちょっとで画廊はなんとか、画廊問題解決。なんかきっかけはあったかもしれないしな。でもなんか怪人協会とか出てきたしな。やばいなぁ。これ画廊が怪人協、怪人協会ってどうなるんだっていうところでもあるんだけど。あー、でもなんか怪人協会に行けばなんか変わるんだろう。なんかいたよななんか怪人化して強くなったぜ、みたいな。 どうする画廊の腕が4本になったら、もうこれとんでもないことになりますよ、本当にに。画廊、流水岩砕剣。こっちで流水岩砕剣やって、こっちで旋風斬鉄付をやったら、もう、ど、あ、もうあえ,え,え、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 みたいな。もうそんな感じになってしまうんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども。いやー、でもこれやばいな。怪人がもう大暴走してるじゃん。いやー、これはつい。はいやー、でも埼玉たちがいないんだよ。埼玉やジェノスの耳に入ればすぐ解決に向かえるんだけど、 いやー、まだ入ってきようがない感じがなー。いやー、でもどうなんだろう。いや、武術を覚えてどうなるんだ、埼玉。水流強いのかそもそも満足させられるほど強いのかだってそうなるとさ、だって画廊級、画廊ですらさ、あんまり響いてなかったじゃん。あー、だからさ、そうなると画廊より強いっていうことと、まあ、最低でもボロスくらいないと埼玉は満足できないというか、 同じフィールドに入れないというか、武術を体験したとは言えないよなぁ。 ああ、どうなんだろう。いやあ、難しいところだな水流がどのくらい強いかによりますね、こっから先の展開はね。でもヒーローより強くて武術家をやってる人間もいるわけだね。なるほどなるほど。ヒーローとかに、ヒーロー活動に興味ないけれども武道を私は極めるよ、みたいな感じの人もいるんだ。いやーどうなんだろうなーいやーなんかさ、ボンブたちもさ、全然会えてないしさ、早くバングと合わせたいんだけど、なんか変にさ、なんか、覚え、なに 教育されてというかさ、なんか変に学んで成長されるよりかはさ、もう普通にこうのんびりとしていてほしいなっていう風に思うな。今のうちにちょっと画廊は縛いちゃいたい雰囲気はあるんですけど、いやー厳しそう。マジで厳しそうだ。マジで厳しそうだなんですけれども、いやーどうしたものかっていう感じではありますね。うーん、どうしよう。どうしよう。どうする アイフル <laughs> いや、まあでもちょっと次回ですね。次回とりあえずまた怪人の放棄っていう頃なので、まだまだ多分怪人、怪人とヒーローの戦いっていうのは続いていくと思うので、吹雪があの怪人のどう戦っていくのかとかも気になりますね。いや、いいですね。女同士の戦いめちゃくちゃテンションが上がってまいりますわ、みたいな感じなんですけど。 さあ、吹雪も出てきたし、なんかあの顔的には多分竜巻だよな、あれな。竜巻も絡んでくるっぽいよな。竜巻がいればでも割となんとかなってくるんじゃないかなっていう風に思いますね。いやー、まだまだ分からない。このワンパンマン、どんな展開になっていくのか読めませんが、次回も楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思いますので、なんかコメントあればね、いろいろとください。以上、ワンパンマン第17話でした。バイバイ。